橋谷たにのりは、日本のフリーキャスター、コミュニケーション講師、日本語講師、東京女子大学非常勤講師、香川県高松市出身。香川県立高松高等学校、東京女子大学文理学部英米文学科卒業後、1984年4月、就職活動時に出版業界とテレビ静岡の内定をもらい、自身がやりたいことができると考えたテレビ静岡に、 入社。一年半後の1985年9月にテレビ静岡を退社。フリーとなりニュースステーションのアシスタントキャスター、リポーターを担当。1989年からサンデーモーニングのキャスターとなり、現在所属している産経所属となる。現在、産経が開校したキャスターアナウンサー養成スクール産経メディアアカデミーの校長を務める。 2016年に立教大学で兼任講師として教弁を取ったコミュニケーション講座が好評を得て講義をまとめた伝わる力をプレジデント社より出版。2017年前期は専修大学、後期は母校、東京女子大学で非常勤講師としてメディアやコミュニケーションを教える。現役のキャスターとして活動しながら講演会やセミナー、役員、 中間管理職、新人研修無欠業研修も行う。2018年の春にも、再び立教大学で教弁を取る。現在は、母校の東京女子大学非常勤講師、マグマグ、で、無料のメールマガジン、キャスター橋谷のりこのメルマガ、3分、コミュニケーション塾を、ほぼお月1回、書いている。 https://web.archive.org/web/20020607114028/http:/www.tbs.co.jp/3 でスラッシュレポータースラッシュ hashtani スラッシュコラム html ハートキャリアデザインサークルケリアルインタビュー 2015年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月8日閲覧。https w w w a s a h i c o m a r t i c l e s a i s u n d i m 7 k k q n d g p t l c 0 0 f h t m l ありがとうございます。